みんなこんにちは、はてなくんだよ。みんなは羽のあるクロアリを見たことあるかな？どうして羽のあるアリとないアリとがあるんだろうね。今日はアリくんにお話聞いてみたよ。こんにちは、私がこの巣の女王、女王アリです。羽のあるアリが珍しいのですか？確かにほとんどのアリには羽なんてありませんものね。いつも外で働いてくれている働きアリには羽がついていませんしね。でも私たちの中の一部のアリは羽を持っているのですよ。オスアリと一部のメスアリですね。彼らのお仕事は結婚すること。交尾をして新しい命を生むのが仕事なんです。羽のあるオスアリとメスアリは春になると巣を出て空へと飛び立つのです。何のために？それは交尾をする相手を見つけるためです。私たちアリは同じ巣のオスとメスで交尾をしないで、違う巣のオスとメスとで交尾をするのです。それがなぜなのかは私にもわかりません。ただ昔から私たちはそうして交尾をする相手を見つけてきたのです。交尾を終えた彼らは地上へと降りてきます。メスアリは地面に潜って卵を産んで女王アリになるのです。私もそうして女王アリになったのです。オスアリはどうなったのでしょう。地上に降りたオスアリは羽を落とし、静かにひっそりと死んでいきます。やがて卵がかえり、巣にもたくさんのアリが育っていきます。そうするとその中からまた羽のあるアリが生まれてくるのです。その子たちが厳しい冬を越え、春になったらまたこの巣を出て交尾をして新しい命を育むのです。こうして私たちは子孫を残すのです。女王アリ様、どうもありがとうございます。羽のあるアリとないアリの理由がよくわかりました。今日のまとめ、オスアリと一部のメスアリはいずれは交尾をして巣から飛び立つ運命のアリだから羽があるんだ。一方で僕らがいつも見ている働きアリは交尾のために巣立つ必要がないから羽もないんだ。交尾を終えたオスはひっそりと死んでいくけど、メスは羽を落とし、土の中で卵を産み、女王アリになるよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。